この動画を見れば戦国武将が完全に詳しく理解できるシリーズです。今回は元就が戦国三大奇襲戦の一つ厳島の戦いで下克上をし、ついに戦国大名に名乗りを上げます。1551年、ついに水高房謀反。事の発端は9年前の第一次合戦戸田城の戦いの敗戦まで遡ります。水高房が攻撃を主張し、大内氏が全力で天子氏討伐を目指したこの戦いは黒人衆の裏切りで天子氏の勝利に終わります。大内義隆は撤退中に義隆の甥で養子にしていた跡取りの晴れ持ちを失います。大敗と溺愛していた晴れ持ちの死で義隆は軍事内政に興味を示さなくなり、公家のように遊びほうける生活を送るようになりました。軍事は水高房、内政は相良武藤が中心になって行われましたが、義隆は武藤を重用したため高房と武藤は対立するようになります。水家は代々大内家に仕える譜代の名門で、高房は美少年で大内義隆に長老として愛された過去がありました。その高房にとっては義隆が戸様の武藤を重用するのが許せず、武藤の暗殺まで計画され、武藤はたびたび大内家を出奔しては再出仕しています。1550年8月には高房は元就に義隆を隠居させたい意向を伝えています。そして1551年義隆が出奔していた武藤を呼び戻したことで高房の我慢は限界に。高房は大友宗麟の弟を大内新当主として擁立する密書を大友氏と交わしました。8月10日、もはや高房の本は避けられないと悟った武藤は3度目の出奔で筑前に逃亡。8月20日、ついに高房挙兵、桜尾城を接収。元就はこれに呼応して出陣し佐藤金山城を接収。裸の王様となっていた大内義隆に最後まで従ったのは冷泉高豊のみ。9月1日、義隆はなすすべもなく逃げ延びた大の意地で自害。この下克上を大友氏重鎮の立花道雪は自業自得と言っています。水高房の謀反で中国地方の黒人は旧義隆派、水派、天子派の3つに分裂します。毛利元就は水高房配下として安芸国の旧義隆派を攻略していきます。安芸備後国の黒人領主の取りまとめは毛利氏が行うという約束があったからでした。しかし大の意地の変後、天子方に転じた江田氏を元就が討伐した際、高房はその城に家臣江田房秀を城代として入れ接収しました。毛利の力が増すのを危惧したためですが、これにより蜜月だった末と毛利の関係にひびが入ります。この頃三好氏、山の内氏、多賀山氏、福谷氏が毛利氏に侵入。和知氏は先の江田氏攻めで元就に協力しており、毛利は近隣の黒人をほぼ従えた状態になりました。1553年10月、最後まで残っていた大内義隆派の黒人吉見正頼が水高房打倒を掲げて決起しました。正頼は先立って元就に協力を求めていました。もちろん高房も元就に出陣の催促をしてきます。現状のまま水配下として援軍すべきか決別すべきか毛利家最大の決断を迫られていました。高房は援軍に来る様子のない毛利に頬を煮やし、直接安芸の黒人に出陣を催促してしまいます。安芸の黒人の取りまとめは毛利に任せるとの約束違反であり、平賀氏からの密告でこの事実を知った元就はついに
連れとの決別を決断。5月11日、配下の黒人に連れと断交する旨を伝えました。この時、元就58歳、戦国大名に名乗りを上げた瞬間でした。末高房に反旗を翻した翌日、元就はたった1日で5つの城を落とします。おそらく1日で落とした城の数では戦国史上最多で、30年以上大内と尼子が争っていた安芸国を1日で掌握します。移動距離は100キロにも及び、物理的に不可能なこの偉業を成し遂げたのはもちろん元就の謀略でした。ほとんど戦わずに調略で落としています。謀臣の名にふさわしい華麗なる戦国大名デビューでした。対する末晴方は急ぎ義満と和睦をまとめ、対毛利に全力を傾けます。それまでに小競り合いがありましたが、いよいよ厳島の戦いに向けて歴史は動き出します。特筆すべきはやはりこれ、全員の命を助けると約束して降伏させて全員騙し討ちで殺すとは、元就相変わらずやってんな。野間氏は熊谷信直の娘をめとっており、同じく信直の娘が元就次男元春に嫁いでおり、義理の兄弟にあたるので一門衆の扱いで親しくしていたのに裏切られた怒りが爆発したようですが、なお従来の説では元就が春方を厳島におびき出すために謀略の限りを尽くしたとありますが、史実ではなさそうです。地家では戦の前に厳島神社を参拝するのが恒例となっていました。それを行うため邪魔な宮尾城をわざわざ攻めた可能性があります。また海路の要衝である厳島の奪還は戦略的な価値もありました。しかし厳島に渡航し宮尾城を攻めるかについては軍議で反対意見も出されています。宮尾城は今でこそ住宅街にあるただの丘で簡単に落とせそうに見えます。しかし当時は海に突き出した半島となっており、三方が海に囲まれた水城でした。そのため海から簡単に補給援軍ができる上に落とすことができないという厄介な城でした。下克上、戦国三大奇襲戦に数えられる厳島の戦いの幕開けです。9月21日、末晴方は通説では2万とされる大軍で岩国を出陣、海路厳島を目指します。数については諸説ありますが、大内重鎮が参加しておらず通説よりは少なかったようです。ただし大軍には違いなく、唐の丘から離れた大松陰や2036の紅葉谷にまで布陣。まさに元就の狙い通り、平地の少ない厳島で身動きが取れない状況となっていました。水軍厳島上陸の知らせを受け、元就は軍を水軍基地のある草津城へ移動、小早川軍と合流し、小早川家の野見宗勝が交渉していた村上水軍の援軍を待ちます。26日先発隊として熊谷信直を宮尾城援軍に派遣。そこで今にも落とされんとする宮尾城の窮状を知り、もはや村上水軍を待てないと判断、全軍を地御前神社に前進。わざわざ厳島の水軍から目視できる場所に陣を移すはずがなく、草津城から直接厳島に出陣したとの説もあります。しかしあえて
水軍に姿をさらすことによって水軍を油断させた可能性もあります。しかも地御前神社は厳島神社の下空にあたり、信心深い元就が地位を移しても不思議ではないため、水軍は何も疑問に思わなかったでしょう。この日突然村上水軍が姿を現します。厳島神社、地御前神社のどちらに向かうのか、両軍が固唾を飲んで見守る中、村上水軍は地御前神社に接言。毛利軍は待望の村上水軍の援軍に沸き立ちます。元就は来島、村上の当主道康に外孫を嫁がせており、ここでも元就の婚姻外交が功を奏したことになります。なお三等村上水軍のうち、資料で援軍が確認できるのは来島のみで、因島村上はすでに小早川配下で、いたとしたら最初から能島村上の動向は不明です。翌日暴風雨となりますが、村上水軍が毛利に着いたことは大内にも知られており、もはや猶予がないため出陣を強行します。この時元就は風雨と叫んだ加護であると言ったそうです。その通り、暴風雨のおかげで水軍に悟られずに厳島に渡航することができました。まさに天の時地の利を得たのでした。夕方6時、毛利軍はホタテ岩より暴風雨に紛れて密かに渡航を開始しました。小早川軍と村上水軍は海上を大野瀬戸まで西に進みます。敵に出陣を気づかれていた場合に本軍の動きを悟られないようにするための要道だったと思われます。その間に毛利本軍は密かに東から回り込み、堤ヶ浦に上陸。時は夜9時、元就はこの浜の名前を堤ヶ浦と聞いて、鈴には撃つべきもの、もはや敵は撃たれたも同然と将兵を励ましました。その頃、厳島神社沖に迫っていた小早川軍の波宗勝は暴風雨で水軍に全く気づかれていないことを悟り、一計を講じます。港に入り、水軍の警備兵に筑前から援軍に来たと嘘を伝え、なんと水軍のど真ん中に上陸したのです。そして夜明けの毛利本軍の奇襲攻撃を待ちます。村上水軍は沖合に待機。そして毛利本軍は秀吉の中国大返しにも匹敵する不可能な行軍を行います。博打を超えです。元就はただ奇襲するだけでなく、山からの攻撃という水軍が予想だにしていなかった場所からの奇襲を画策していたのです。そのためには2003系の博打を超えなければいけません。弥山は修験道の聖地であり、原生林が広がり世界遺産にも登録され、ロープウェイが通るほどの険しい山です。もちろん夜間、軍隊の行軍など不可能です。これを可能にしたのはもちろん元就の謀略。実は地元の人すら知らない秘密の抜け道があり、それを知る厳島神社関係者を調略し道案内させたのです。雨でぬかるんだ前人未到の険しい山を徹夜で行軍し、明け方ついに水軍の布陣する紅葉谷の真上、博打尾にたどり着きました。遠くには末本陣の塔の丘も見渡せます。早朝6時、元就は昔源義経は勝浦に上陸して平家に勝った、今我らはこの博打尾に登った、博打も打つもの、この戦はもはや打ち勝ったと檄を飛ばし全軍に突撃を命じました。海の向こうの対岸にいたはずの毛利軍の山からの奇襲攻撃に水軍は大混乱に陥ります。
しかし、スエ本人とモミジガニは距離があり、数で勝るスエハルカタは陣屋を整えようとします。そこへ密かにスエ本人の目の前に上陸していた小早川軍が宮尾城の老城兵と合流し、本陣突撃を行いました。この挟み撃ちで勝負がつきました。スエハルカタはなしすべもなく西へ回走、海へ逃れようとするも、すでに逃げ惑うスエ軍の兵で、船は奪い合いになっており、船がありません。また船で海に逃れたとしても村上水軍によって沈められるだけでした。敗北を悟ったスエハルカタは大江の浦で自害、毛利元就下克上を達成した瞬間でした。元就は桜尾城で首剣分をした際、春方の首を主君を打って八逆を犯した逆臣であるとして鞭で三度叩いたそうです。春方はお前には言われたくないわと思ったことでしょう。厳島は島全体が今でもお墓がない神域です。元就は死体をすべて対岸の大野に運び、血がついた土は全部剥ぎ取らせ、血で汚れた社殿は海水で清めたそうです。元就は戦後すぐに秋周防国境の尾形に本陣を敷き、大内攻めを開始します。これを防長計略と言い、2年かけて毛利氏は筑前、豊前、岩見銀山を除く旧大内領を配下に収めました。毛利軍は豊後の大友氏が援軍に来れないように下関から周防灘までを海上封鎖。しかし勝山城は難攻不落で容易には落とせません。そこで元就は得意の謀略を指示します。義長は傀儡で遺恨はないので降伏したら除名して大友見返すと伝えさせ、降伏してきたところを殺しました。もう元就の言うこと信じる方が悪い。筑前、豊前は大友氏が、岩見銀山は尼子氏が手中に収め、毛利氏はこれらをめぐって領主と戦いを始めます。次回いよいよ因縁の尼子氏と中国地方の覇権をかけた運命の戦いが始まります。ご清聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。